じゃーん。なんだ今日のオープニング、なんだこれは。なんだ。これはもしかしたらエアロスミスで、この肖像画は誰ですか？ジョー・ペリーの。じゃ全員描いてんだよ。ジョー・ペリーの上にいるこの方が、誰ですかこれは。俺だ。出た。若くな。これが庄司哲夫さんだと。そうです。俺です。はい。さあ今日は。どうぞ。スティーブン・タイラー、ジョー・ペリー、これ。これですね。じゃあそれきっかけをと。きっかけです。これはですね、俺がとにかくエアロスミス大好きで、うん、でダメ元で来日したんですね。肖像画全員にプレゼントするから、うん、合わせろと、うん、無茶ぶりをしたわけですよ。はいはいはい。したら、最初はダメだと思ったんだけど、俺がもういいわって言ってたから、うん、で、そんで、俺が、肖像画の資料を、ソニーに渡したわけ。ソニーのエアロスミス担当が、エアロスミス のマネージャーに、それ俺の絵の資料を送ったわけ。うん、だこいつはすげえぞってことになって、それで、はい、じゃあいついつ来るかって言って、もう2ヶ月しかない来日まで、うん、その時に逃したらもう絶対会えないから、それでもうとにかく俺は2ヶ月やる、もうダメ元で出てんで、回 5枚全部書いて全員ね、うん、もう1人だと困っちゃうから、うん、全員のも書いたわけ、はいはい、ほんで出来上がった絵の写真をエアロスミスのマネージャーに渡したのか、うん、したらそれをスティーブン・タイラーが見て、俺たちの肖像画を描いたアーティストに直接合わせるって。でそのソニーの担当者の人に言ったのはもう出来上がった後だ、ね、出来上がる前に言ったのかな、それでもしかしてでとにかくその当時アメリカの大統領と面会するより難しいって言ったっけ、うんうん、だけどその前にジョン・レノンやって、うん、でクイーン、あ、でそれでその後にスティーブ・タイラーの紹介で、であのクイーンを書けたんだ、そういう風に繋がっていったんですよ、うん、というのがまあ前置きで、うん、はい、皆さんこんにちは。BA チャンネル第16回です。5月の1日でございます。5月1日になりました、はい、ですね、まあ、最初に私事ですが、はい、先月の28日、もぐちゃんの命日の日にもぐちゃん命日、ヤゴと入籍して、 おめでとうございます。51歳にして夫婦になりました。おお、ブーナさん。皆さん今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで今日はですね、なんか普段見られてない方がいらっしゃるんですけど、シャルダン、何ちゃんですか？シャルダン、リカさん。シャルダン、リカさん。リカさん今日いねえですよ。セカンドネーム。シャルダン、リカさんです。シャルダン、サカイ。シャルダン、サカイ。だから、海外のプロテニスプレイヤーの。おぉ、恐ろしいですね。彼氏も連れてきた。そちらもなんか、ね、11月に入籍されるらしいので。おっと、また淳二君を呼んで、ギターを弾いてもらって。淳二さん50万円ですよ。俺が言ったら割引。割り増し。まあ、ちょっと先週はね、まあ、いろいろあって終わりました、まあ、ちょっとね、本当に順次も来てくれて本当に嬉しかったです ね、本当に素敵だった、私のあんまし上手くない歌まで、いやいやいや世界配信してしまいました。まだ苦情は来てないです。あ、やるすべしから苦情来ないから大丈夫。なんか、しゅうさん泣いちゃったって話もある。泣いてない、泣いてません。泣いてません。俺役者だから演技。役者だから演技。ちょっと場を盛り上げるために。周りもみんな演技で泣いて。毎週毎週ね、細くなっていってますけど、決して何もやってませんので。いやいやいや、やってるでしょ。やってます、やってます。毎日やってるよね。もう俺何で出てきました。筋トレやってます。筋トレね。テニスボールの中に隠してた。テニスボールの中に何か隠してたの？ちょ、何それ？ほな。あ、やめて。筋トレだよね。本当に隠そうとしてるかもしれないので、気をつけましょうね。テニスボールのうち2000個ぐらい。というわけでですね、大丈夫。DJチャンネル第16回スタートしたいと思います。よろしくお願いします。
友人さんの方から、はい、続報ですけれども、はいはい、がん、末期のがんで、うん、入院されてた方のもとに友人様を、あれして、はい、あと千葉さんの方と岩城の方、ね、はい、で、治療を続けた結果ですね、はいはい、退院されたそうです。あ、よかったですね。末期がんから復活しました。非常に良かったと思います。ちょびた、何さんなんですか？え？何さんなんですか？言っていいの？わかんないけど。いいじゃないですか。何さん？名前は？ N さん、N さん。え？N さん。N 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 さん。はい。はい。どちらの？で、非常にね、ね、前、こちらも N さん。N さん。N、N。で、ずっと毎日、こうなりました、ああなりましたって報告をいただいて、毎日報告してくださって、ですね。で、あとはちょっと最近海外からの、お問い合わせが多くなってきまして、龍神様がね。外人さんですか？やっぱね、外人さんはね、やっぱね、なんか龍とかは、なんかね、ジャパニーズなんとかって言って、なんか神秘的らしいんだね。そう。神秘的というかね、中国はそうなんだけど、あとでちょっと紹介しますけどね、蛍光のやつすごい。ブラックライトですね。あと紹介します。蛍光というか、そう、ブラックライト。ブラックライト塗料があるんだけど、まあ、Facebook の上げてますけど、ブラックライトのね、龍神様を作ろうっていう話になりまして、作ったんだけど、とにかくね、塗料が高いんですよ。特殊な塗料で、そこら辺に売ってないんで、でそれ昔それブラックライト その専門の会社と契約してて、はい、まあ、そこで俺が描いた絵を全部マイケル・ジャクソンが買って帰ったっていうね。ほんでマイケルがもう死ぬ前に、俺に連絡してきて、それでネバーランド、ネバーランドまで衣食住生活費全て面倒見たから、うちに住み込みで来てくれて、それで僕の部屋の遊園地の壁全部ブラックライトの絵を描いてた。すごっ。で悩んでてどうしよっかなって言ってた矢先にマイケルが急死してしまって、でそのあれはなくなってしまったんだけど、そう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 、とにかくねマイケル・ジャクソンがね、俺のブラックライトね、ほんと気に入ってくれて、まあ、他にはブラックライトアーティストはいっぱいいるんだけど、俺の絵だけ全部描いてた。他のは買わずにね。ということはマイケル・ジャクソンさんのどっか手元に、あるあるあるんだ。マイケルの手元にある。だから俺マイケル肖像画4枚ぐらい描いてるから、でそのうちの何枚かがマイケルの親父がオークションに出しやがった。出しおったオークションに、遺品でオークションに出しやがった。なんぼで売りたいよね。その時にヤンマと一緒にマイケルの親父に会いに行ったんだ、品川にね。あ、その写真日本に来てたんだ。ある、日本に来てた。その写真があって、で、それでマイケル公認画家としていいよって言ったんだけど、なんかね、あの親父うさんくさいから、ね、マイケルの親父がね、これにね、8割ぐらい持ってくって。なんていうか8割持ってくって、まあ、それすげえですよ。こんだけ金を無心なんだと思ってね。ただまあ、マイケル・ジャクソン本人は本当に昔、だからそのブラックライトの絵をやってる時にマイケルに直接呼ばれて会いに行ったって話したみたいな。BG さんで言ったっけ？言ってないですか？あー、いろんな…まあ、ちょっと触りだけ…ブラックライト の絵をね、描いて売ってたんですよ、新宿で。新宿でブラックライトを売ってた。ギャラリーがあって、そこで俺の絵を展示してたの。あとあるギャラリー。そう。そこにマイケルが日本に来日したときに、その会社に寄ったわけ。それで、マイケルが俺のブラックライトの絵を見て、このアーティストを今すぐ呼んでくれって。ほんでそこ、ブラックライト、ブラックライトがきっかけ。そう、ブラックライトか。ブラックライトの絵画。龍神さんじゃないですか、絵画。他にもいろいろあったんだけど。それで、その社長が、正直今すぐ来てくれって言ったから。なんで言った？とにかく何でもいいから、一大事だから、大変なことになってるから、とにかくタクシーとかすぐ来いって。来いと。なんだかよくわかんないけど、まあ、時間あるからいいよって言ったわけよ。多分、暗闇の人分かりになっちゃう。そのギャラリーの回転になっちゃう。んで、ね、もう、なんていうの、車を3台ぐらいつなげてくらいの中田のリムジンが止まってて、バス的な、大型バス。真っ黒の。ほんで、なんだこの人混みはって言って、で呼ばれてね、来たんだけど、ちょっとなんか人混み多くて入れねえわって言ったら、そこ開けてくれって言ったら来たわけよ。そし
したらいきなり2メートルぐらいの黒人が3人ぐらいで、うん、で、ホールアップとか、腕をバーってガーガーなんですかって、何すんのお前処刑、処刑で始まっちゃったみたいで掴んでくるから、バーってほどいたけど、なんだよって言ったら、ホールアップって言ったら、金属探知がビールだったら、オッケーってガーって後ろ向かされて、ガーって言ったら、なんだよお前操り以上にお前できたのにとか絶対思ってね、どういうことカメーなんて言って、うん、すごい上から見せるんだ、オッケー気分悪いなと思ってガガロ誰がしてんのって言ったら店主に聞いたわけだよ。そしたら奥にマイケルが来てました、うん、マイケルと見ようかなはそれ言っちゃいけない。そしたらマイケル・ジャクソンが本当にマイケル・ジャクソンに、うん、マジモンが本人なのって言ったら、うん、したらそっくりさんだよね。最初そっくりさんだと思ったよ。そうでマイケルはあの変なこんな黒いマスクしてでそれでこういう帽子かぶってでサングラスしてるわけ、うん、で白いで、俺と目の前にいるんだな、うん、で、こちらマイケル・ジャクソンですよ、そう分かってるって、うん、って言ったんだけど、ただね、ちょっと待ってね、人を呼びつけといてね、うん、あのね、ね、あの SP の態度は何なんですか人をね、なんかね、強引に腕からガーンと掴んだね、ガーンと向かれてね気づくたちピーってやられて、どうぞもうそれはちょっと失礼だろって、通訳しろって言ったら、まだ俺も若かったから、したら、そもうアイムソーリーみたいな感じになってで、こちらマイケル・ジャクソンですって言うわけ で、こちらがそのブラックライトの絵を描いたって言ったらマネージャーみたいにこうやって見ようとしゃべってるわけ、うん、ほんで、直接しゃべんないわけよ、うん、近いよね。だから俺はもうだんだんムカついてきちゃってマイケル・ジャクソンかもしんないけどね、お前ちょっと待て俺をね、人がね、休んでる時にね電話をかけて来いと、うん、それまではいいよと、うん、はい、来ましたマイケル・ジャクソンさんですねと、はいで、なんで目の前にいて俺をね、を直接喋んでね、マネージャーとじゃ喋んねえんだって、お前失礼だろって伝えろって言って、じゃあそのまま伝えていいんですかって言って、伝えろって言って、俺英語わかんねえから適当なこと言うなって言って、ちゃんと伝えろって言ったわけよ。したらマイケルがマスク外して、I'm sorry, I'm Michael って言って、本当に、もう本当に、ダメしすげえ。で、あの、ブレをお許しくださいみたいな感じで言って、で、本当にマイケルなのって言ったら、そっくりさんじゃないよねって言ったら、I'm Michael Jackson って言ったら、You are painting the very, very beautiful って言ったら、で、全部買うから始まっちゃって、買ってくれればいいんだけど、で、これはどうやって書いてるのとか、で、こうやって説明したら、手袋くれたわけよ。手袋。あの白いやつ。白い手袋くれたわけよ。マジで。両手。片手。左手にした。そこにマイケル・ジャクソンってサインと入って。サイン。下かも。下あったもん。あら。で、したら呼びつけてるくせにマイケルは時間が忙しいから、喋る時間が20分ぐらいしかないんだよ。だ20分は異例ですみたいなこと言うわけ。普通テレビ局とか7分か8分が限界なのに あなたには特別に20分撮りましたって言われて、うん、20分撮ったかもしれないけど俺はね30分も40分かけて車で来てんだみたいな。それも休みなんだね。いやもうタクシー代も全部出すからとかって小切手みたいなの出そうとするわけよ。おお小切手出すんじゃねえみたいなさタクシー代だって2000円か3000円だったもんね小切手500円だったから気にするか分かんないけどそんでそこからまあマイケル・ジャクソンとね、うん、で、ね、僕の肖像を描いてくれって言うから OK、うん、分かったら描くよって言ってうんでマイケルのブラックライトバージョンとあと普通の肖像を3枚描いたわけよ。そうして時々なんかどうやって俺電話を教えた覚えないんだけど、うん、マイケルのマネージャーっていうのが電話かかってくるわけ、うん、でマイケルと直接変わりますねって言うんだけど英語で喋ってくるから全然分かんないですよ全くチンプンカップンだけよ、うんおあ、イエス、はい、あ、はぁ、はぁ、はぁ、って言って、ああ、いや、オッケー、オッケー、って言ってさ、連で、前で、変わって、今、なんて言ったの全然わかんないんだけど、全くわかんないんだけど、なんて言ったんですかぜひね、また日本に来た時にね、あのホテルに招待したいんで、また来る時に連絡するし、マイケルの自宅の住所も全部教えるから、で、あなたの連絡先を教えてくれって、全部教えたわけ。教えてくれって、かかってきてるでしょ。うん、そう、住所とか。そんで本当にねマイケルとの交流が始まって、みんな信じないわけよ。最初は、ね、毎日秋葉から
チャットがかかってくるみたいな、マイケルと交流してた。そうマイケルとな、うん、でマイケル・ジャクソンは本当にね、なんだろうな、あの その後にさ、結構マイケルがあのなんだっけ、あの幼児虐待みたいなこと言われたじゃん、うん、あれは全く嘘で、うん、あれもはめられたっていうかさ、うん、そうでしょ、ね、うん、でマイケルは本当そんなんで本当に純粋だし、ただ俺はマイケル・ジャクソンは、うん、エアロスミスほど好きじゃなかったわけよ、うん、今でもそうなんだけど、うん、マイケル・ジャクソン本当すごい好きだったんだけど、だからね、その手袋 もう適当にほっこりしちゃったわけよで引っ越ししてた時に出てきたわけ、うん、でなんかしたらもうあの白だから黄ばんじゃってたわけよ、うん、汗で、ね、なんだっけな、これ、なんだっけな、これ確かマイケルもらったやつだけど、まあ、もうこれもう汚いでいいわって言って、そのまま俺はねなくしちゃったんだよね。なくしたんだよ。捨てたっていうの。捨てては捨ててません。置いといたら、置いといたらなくなりました。盗まれたんだよ。多分引っ越し業者が持ってったんだよ。オークションに出したの。オークション。オークションまで行かないけどね。だからまあそんなこんなでね、そんでマイケルがその最後のロシアだったっけ、とかどっかのツアー、うんうん、が最後でって言って、ひょうちゃんの出した時に、あ、出したというかあのマイケルの最後のツアーが終わったらネバーランドに来てくれって言って考えてたわけ、うんうん、その時まだもう、うん、ね、そうしてたら急に死んじゃったんだよね、本当にショックだったけど、はい、ね、いろいろ言われてるけどね、ただマイケルはね、会った時の感想っていうのはね、うん、あ、地球外生命体ってこういう人かなと、だからね、なんだろう、落ちてる、もうね、オーラが違うの、うん、どこにもないオーラっていうの、うん、でその画廊でお会いした時って話、うん、そうそうそう、うんうん、で、エアロスミスは逆にもうオープンすぎる、うんうんうん、フリーやん、うん、全然全然、だから俺もエアロスミスで泣いたのはね、その肖像画持ってったでしょ、うん、したらもうね、でその時にもうメンバーが全部仲悪かったわけよ、うん、だから個人個人それぞれ来日してるってわけ、エアロスミスってあの、うん、単独エアロスミスって書いてあるエアホースマンみたいなやつがあるんだけど、うん、それじゃなくてプライベートジェットで個人個人で来てるから、うん、だから会うのはもう東京ドームの楽屋であのライブ前しかないってわけ、そうだね、でその時ももうやっぱいろんな芸能人が来てるからさ、エアロスミス会いたいからって言ってんだけど、誰も会わせてない、うん、俺だけ、俺とマネージャーと3人だけ、へえ、ほんで、絵を持ってって、うん、して並べて置いてた、うん、で今あの呼びますからって言ったら、うん、もうね、来る前からね、分かるわけ、来たっつって、うん、だけどそれももう、もうあのトムとかあのベースのね、うん、とか そこら辺が最初来たわけ、おで、スティーブン・タイラーとジョー・ペリーは後から2人で来たわけ、うん、もうね、なんだろうな、地面がふあ、ね、ゴゴゴっていう感じやっべえ、で、俺で、マイケルの時 のね、教訓を生かしてね、事前にエアロスミスと会った時に何を喋るか